くのガイドなんだけど、まあいいや、ね、白目が描くか。これこれこれ。これこれ。なんかハッピーターン。あ、すいませんこれ。はい。先生。おい。おい。イッチーさん大丈夫ですか。え、どうし、え、バイト。あ、とうとう。そうですか。ちゃんと仕事してるんだね。すみません。あ、できるんだね。できます、めっちゃ得意ですよ。どうせ行きますか。これ、もう、戻るから。あ、すみません、戻るから。じゃあ、774円のスリーズ。あ、どうも。はい。ガチじゃねえかよ。で、いや、ございます。ちょ、バイト中あれなんだけど、はい。今日、バリクズ行くから。いや、バイト、バイト中っす。え、今日、バリクズ行くのよ。え、今からですか。今日バイト終わり。終わり終わりでいいかな。いやいや、いやスケジュールがねあるから。まあ一応仕事なんで、バイトの方はちょっともう上がる方向、ちょっと言ってもらっていい。言ってもらって。言ってもらっていい。え、まあ、じゃあ待って待っていいですか。うん、おいし、じゃあちょっとお待ちください。さあ、OK です。割と簡単に OK。 割と簡単に OK。 そう、こんなとこ必要が多いんで。あ、ほんと。はい。じゃあよかった。これからね、マリオとリュウと待ち合わせするから行こうぜ。あ、ごめんなさい。じゃあちょっと着替えてくるんで。いやいや、ほんとにバイトしてる。関心関心。うん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 、関心。ありがとうございます。うん、ちょっと、はい。ということで、おはようございます。おはようございます。バリブとね、リュウジ合流しまして、ドピー館の中ね、バリクズのロケを開始してるわけですが、はい、どうですか、お二人は。荒い振りしちゃったけどライターになって7年で一番雑な振りでしたね。荒かったね。うん、どうですかっていうか、すごいですよね、バイト抜け出して今来ちゃったんですよそうそう、しかもね、意外とあっさり、ちょっと今聞いてきますって裏に入って10秒ぐらいで帰ってきてある。あ、そういう感じなのね。金がなくてね。俺も金がないんですよ。で、この間ナスママ見たらさ、ショウが行ってたでしょ。僕行きましたバッチさんに。はい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 。で、金借りてたじゃん。そうですね。それに対してバッチさん、嫁にバレて気まずいってなってたじゃん。ありましたありました。もうさ、考え方を変えてもらおうよ。松本家の金はバイクズの金みたいな。あ、もうそう、だからお前が毎回引っ張ってこい、ちゃんと。で、それで打つみたいな。そう、まだ勝ってないでしょ、ついてって。勝ってないっす。勝ってないでしょ。で、勝った時に返せってなるだろうから、はい、それをごまかしてバリクズを軍資金しよう。わかりました。理由をしたこと、もう一回ちょっとじゃスパイとして俺侵入する。そう、俺頭下げるのは全然苦じゃないんで言うても松本家そんなに金ないけどね結婚式でかなり吹っ飛んでるはずだから。確かにな。結婚式はすごかった。豪華でしたよね。ショー来てないもんね。リュウジ君も来たし、イッチーさんと僕は披露宴から行ったし。みんな行ってる。みんな行ったのに。披露宴、白状な男だよね。違うんすよ。金を借りてさ、あれだけ借りてさお前何も。来たかったんすけどね、本当に。俺だってその会費払えなかったんですけど、行っても俺は借りてでも行きたかったんですよ。借りちゃうんだ、またね。バッチさんに借りてでも借りちゃうんだ。借りちゃうんだ。本人に借りんねん。バッチさん貸し借りてたら行きたい。本人に借りんねん。バッチさんの会費短いくの本人に借りんねん。っていうぐらい行きたかったんですよ、俺は本当に。皆さんお腹空いてます？空きましたね。本当はね、こう今日ね、目的地がね、今まで愛知県だったじゃないですか、はい、それが変わって千葉県っていうことで、今日はうまいものかけてなんか戦ったらどうかなと思ったの。あー、遊びで。うん、そうそうそう。あー、いいっすね。ちょっとね、何かはね、ちょっとまだね、考えてないんだけど、はい、ということで二人でね、今日はね、勝負してもらおうと思ってですね、来たのはこちら、千葉県はハーバー崎と
なんですかね、偉そうなゴーカートで走るレース場となっております。一人ずつ走ってベストラップを競うっていう勝負。わかりました。そして今日これ負けた方は本日の夕食におけるメインディッシュを食べれないという罰則にします。マジで食えないんですよね多分。マジで食えない。あの俺そういうやらせやらないタイプだから。知ってます。ショーに負ける気がしない。いやいやいや俺も負ける気しないです。だってこれで全然全然免許なんかなくたってベストラップでしょ。乗ったことないですよねハンドルの、うん、回したことない。吸収力がすごいから俺。あそうですか、うん、事故には気をつけて安全運転で競っていきましょう。わかりました。ということでバリクズレーシングスタート。どうなの？結構怖いっす。結構怖いの？めちゃめちゃ怖い。結構マリブキュルキュルキュルってなってたよね曲がり。発表したいと思います。結構デッドイートでした正直。いい勝負だったんですか？ええ、正直いい勝負でした。マリブ選手ベストタイム28秒639。はい。対して翔選手、はい、ベストタイム27秒354。おらということでこの勝負ジャスティンの勝利。正確っすかそれ本当に。いやいやいや言いがかりはしましょうよって言われると。日本勝負っすよね。一本勝負じゃなかった。これだけなわけないじゃないですか。だってここの施設に来た方がこれだけって思うじゃないですか。6階にボーリングがあるんですよ。おっとおっと急に保険をかけ出す。ボーリングとの日本勝負ってことだから。ただ負けた人は一言ありますよ。いや日本勝負だから。いやいや、まあ、もう一本勝負やったんですか。いやいや日本勝負で14000円。いやそれは急に買え14000円。急に貸したお金。日本勝負でした。日本勝負だよな。日本勝負でした。なるほど。日本勝負みたいです。日本勝負です。わかりました。じゃあもう一本ボーリング対決行きましょう。さあということで白熱のレースの後ボーリングで勝負しようとしたところまさかの、社員さんがいないということでちょっと許可が下りなかったので、この場でできる勝負ってもう肉体的なことしかないんですよ。ダッシュとか、腕相撲とか腹筋とか。3本勝負のが面白くない？あ、じゃあダッシュですね。うん、ダッシュしない。じゃあ2番目の勝負ボーリングがダメだったんで急にダッシュ。いまだかつてダッシュという勝負をしたことがあるでしょうか。このメガネ2人でダッシュ。よーいスタート。マリブの勝利。マリブ早いな。早いよ。すごい風の中。やりました。夕日をバックに
うわこれで1対1面白かった。ショー走り方がもう運動神経悪いやつの走り方だもん。休憩だから私がカウントしていく中脱落した人がほら富士がバックだぜ。富士がすげえ富士をバックに風が信じられないぐらい強い。それでは腕立て勝負よーいスタート。1 2 3。痛い4 5。ショーがもうやばい。6。ショーがもうやばい。6でそんなに。7。マリブの勝利。勝者マリブ3本勝負2本取った。何こてかお前こんな細いのに6回しか腕立てできないのマジかよ。6回はできなすぎでしょ。大丈夫6回はもう痛いもん。若かったら30回ぐらいできるっしょ。ショーがもう何やってんだよ。ナイスバトル。よっしゃ。それでは1個タイム。しっかりしろよ、ブサイクだわ。お前自分で顔見ろやお前。めちゃくちゃブサイクだろお前。相当ブサイクでした今。何がいい？タレ何がいい？タレよ、俺やってあげるよ。ポン酢と、甘だれ。甘だれだな。あ、優しい。ショーは甘だれだな。優しい、優しい。超好き甘だれ。これを、染みさして、染みさしてこれ、ほら仕事きっちり。あ、どう？うまっ。おいおいしい。一番最高だね。うーわ、これエロ。この角度だな、これ。うーわ、とりあえず、とりあえず、はい、パリクズの色に、はい、乾杯。乾杯。うべえ。でも俺思うんですけど、うん、なんでしょう、リュウジさん食えるのおかしくないですか。いやいや、お前ちょっと、おい、お前さ、ふざけんなよ。お前誰が運転してきてると思ってんだよ。あ、そうじゃん、リュウジさん、リュウジさん。俺たちだけで番組やってると思うなよ。そうじゃん。すげえ。好感度上げに来た。ホール決めてくれるから俺たちできんだろ。いや、もうその通りです。ユージさんが運転してくれて、カメラもやってくれてるから俺たちがあんだろ。そうですね。出るのおかしくないですかってなんだよ。本当だよ。その発言がおかしくないですか。まだ分からないです。失礼します。こちら特製巻き寿司です。うわー、うわー、ジャスティン、やばいっすよ。これイエス、ジャスティン。じゃあいい、ほら、リュウジ、はい、一番いい焼き具合をちょっと生飴、うわ、あえてリュウジに転職してもらおう。今日運転お疲れ。ありがとうございます。お疲れした。いただきます。どうだ。もうないです。もうない。天才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 。もうないです。天才の発言。何箸持ってんの、てめえ。いえいえ、染み込ませてんの。マリブ、マリブいいぞ。はい、食べれ。いただきます。美味しそうだもん、これ。千葉最高。すごい。千葉最高。剣ごと飲み込んだ。千葉最高。いただきますね。あー、いいな。あ、好きそうな俺。うまいわ。え。あれ、ジャスティンに感謝してほしい。これジャスティンが負けなかったら焼肉が来なかったね、うん、高いもの頼めてないから、ね、ジャスティンが焼肉好きだから俺焼肉屋にやっぱ行かないとダメって。やっぱディレクター魂。ありがとう。ただ魂。顔。すごいわこれ。でも、これ結構いいやつだな。
これ結構いいやつだわ。一気にうまいやん。ブルルブルンっていっていいやつだな。ブルンっていっていいやつだべ。めっちゃうまい。これうまいべ、わかる。お、見てあの目力、普段ないよあれ。おいしい肉を食った時だけ出るやつ。ねえ、ショーありがとう。うん、マリカドジモンだ、マリカドジモン。リュウジ行っちゃいなよ。うわ、見せつける。腹立つ顔する。腹立つ顔する。腹立つ顔する。そう、わっしゃわしゃ、口の中でわっしゃわしゃって今最高でしょ。カーニバルっしょ。腹立つ。リュウジがこんなに腹立つとは。野菜食えないもんね。こっちでしょ、ほら。食え、腹減ってんだろ。あーでもまずい。多分生で食うもんじゃないもんそれ。じゃあ行きましょう。生で食うもんじゃないもんそれ。あー、焼くだけで一黒。あ、これも焼けた。うん、これ軽くていいんすよね。うん、焼くだけ。よし、お前これ食え。バー。うわ、一口なのか。うわうわ、雑肉、雑肉。肉柔らかいですか。雑肉。あー、いいね。肉。あ、ステーキみたいな。いやいいね。いいリアクション。シャトーブリアンかな、これ。シャトーブリアンかな。ステーキみたいな。バーベキューの中で一番いいやつみたいな。うわ、シャトーブリアンかな。まあでもショーもさ、やっぱりね、1ヶ月バリクズない間耐えてきて。そうですよ。この時ぐらいしかさ、なあ、美味しいもん食えないから。特別だぞ。やめろ。やめるんだ。お、耐えた。耐えてる、耐えてる。どうした。それはやらせだ。いや、回ってるからやらせじゃない。あ、まだやらせない。うん、ダメダメ。時間切れ、はい。辛かったかな。うん、ジャスティン、朝から何も食ってないのに飯抜きになっちゃうんで。そうそうそう、次のね、次の普通の普通のとこは居酒屋に移動しましょう。そうしましょう。はい、行きましょう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。うまそう、うまそう。さあ、2軒目の。よし、来た。こっから本番だ。2軒目のバリクズの夜、ショーがやっとご飯食える。特別来た。バリクズの夜第2弾に乾杯。やったー、最高。千葉最高じゃん。千葉最高っすね。さっきの焼肉屋もさ、そうっすね、思いのほかうまかったじゃん。うまい。ジャスティンはこの1ヶ月どうやって暮らしてたの。約1ヶ月ぶりじゃん。そう、結構声をかけてもらって増えたの。そう、そうね。うん、で、その時に差し入れを、そうね、ありがたいことに結構もらってて、今それで食って食ってます。ありがたいね。そのおかげです。でも本当に、あとバイトもしてるんで今。そうだよね。これが結構でかい。まあ、まかない的なね。そうです。うん、なるほどね。ジャスティンはその差し入れのおかげで生き延びたと。これただ、消せないことが一つあるんですよ。なんすか。ジャスティンがね、うん、私の来店業務についてきたんですよ。はい、こいつ最後勝ち負けたんだよ。俺がこういくらでも持ってるかのようにバンバン持ってくんだけど、俺その前の2日間でボートレース20負けたんですよ。ホテル代も払い、スナック代も払い、ショーに8万貸し。タバコ吸ってますよこいつ。てめえ20万すり。そして、え、お前なんで今日そんな負け、やめればいいじゃん、なんでそんなことすんのって言ったら、いや、なんか、あ、よくわかんないですもんつって、最終に10万1000円だったんだ。そしたら車の中で、いっさ、とりあえずこれ返しますって1000円渡して、これでぴったり10万だからこっちの方がいいっすよねって言ったの。マジぶっ殺そうかと思ったね、マジで。これ俺行ってないじゃないですか、うん、冷静な目で見れるんで、うん、これジャッジしますよ、うん、ちょ、反省した方がいいよ。本当だよ。普通のね、大人だったら怒ってますよ。
でもそうですね、あの日のショーはひどかったな。ひどかったっすね。なんかもう5万消えたあたりからもなんかもう意識なかったっすもんね。なんかいつも2、3万とかでなんとかするじゃん、うん、そうっす、なんとかするなかったり、なんか5万いったら6万も7万も一緒じゃないかみたいな。もう一緒って言うね、俺が貸してるお金。そうなんです、それはそうなんですけど、でも取り返したいと思ったんですよ。せっかく新潟まで来たし、勝手に来ただけですよね。まあ楽しいよ。別にホールに呼ばれて行ってるわけじゃないでしょ、呼ばれてはない。反省だよ本当に。でも、いや俺あの日のジャスティンはやったと思うよ。そのやっぱ返したい精神で諦めない心というのは俺はちょっと認めてほしいですよね。聞いてるだけでないよそれは。いやあの気持ちを俺汲んでほしいと思う。いや俺あの日のジャスティンは本当に万死に値すると思うんだよね。あっこーっ、おおおおすごい、耐えてる、入れた。おおおおおお、こんなこんな、何言ってか分かんないから。煮えたぎったチーズがかかったたこ焼き、火も見せてください、火も煮えたぎったトロトロの、いやトロトロですよ。これを渡すための振りの長さ、チーズこれはトロトロ、これ結構やばいね。チーズたこ焼き殿堂入りです。殿堂入り、いい厚さでした、うん、バイト代はいつ出るんだね。あさってですね、今日20。だから勝ってね、ちゃんとお金増やして帰って、それでバイト代も入って離陸しろ。そうです、でしっかりちょっとずつでもいいんで、うん、借金を返していこうと俺も、うん、やっぱりそれがいい。マリバはこの1ヶ月どうだったの。俺っすか、確かに村田の世界戦ミドルのね、オリンピックに出たね、あのスピーチ、前回不可解な判定って言われてた、日本では史上最悪の判定戦って言われてたボクシングで負けたと。でダウンも奪ってる、で有効打もすげえあんのに2対1の判定で負けて、それで異例のその審判が処分されてる、で会長も直々にあれは違うってコメントを残した上で同じマッチしようっていうのでリベンジマッチとして開催されて、もう要は村田からするととんでもないプレッシャーなわけよ。もうあの試合勝ってただろうっていう気持ちもあるし、それプラスこれで負けたら俺本当に終わりだって、多分すげえ多分追い込んでたと思う。でそれで対決する、で勝つのよ、相手もガクガクで、でも倒れないボクシングをっていうのでやってった中で8ラウンド目に棄権しちゃったの。もうおったね、自分はもう絶対倒せない、もう完全勝利よ、要はリベンジとして。そうですね、やり遂げたじゃん、その時のスピーチ で、ね、みんなのおかげです。ああ LINE も一応かけたんですよ。でなおかつそれもすごいじゃん、もう僕を見に来てくれた人たちのおかげですみたいなこと言うのよ、そんなとこで。で最後にアナウンサーの人が、あなたにとってその対戦相手の人はね、何ですか、どんな存在でしたかって言ったら、友人ですって。かっこいいわ。かっこいいっすよね、こんな相手を救うコメントってないっすよ。拳で語り合ったよね。そうだから、やったぞこの野郎って言ったら相手が悪者になるところを、そうですね、そうですね、友人ですっていうことによって日本人も相手に対して救いの目で見る。確かに。そんな優しさを、あんなボコボコになった後に言うわけだからね。ちょっとですね、あれはやっぱ俺ら見習わないといけない。そう聞いてショーはどう思うわけ。うん、かっこいいですね。響いてない。これね、これ嘘だから。これ嘘なんだから。いい気持ちだな。美味しいな、お腹いっぱいだな。明日お客さん何差し入れくれるかなみたいな。お前さ、僕らみたいな人間はああはなれ。あれはそれはかっこいい。いやもうね、見てるだけでね、ほんと感動しましたね。なんつうの、侍じゃん。あ、僕たちは雑兵じゃん、足軽じゃん、うん、僕たちは今貧乏だ、うん、だけど、いやほんと負けたくねえ、ほんとに。いつの日かああなる可能性だってある。いやほんとそうっす。大丈夫、なれる俺らは。こっからじゃん。そう、いや頑張りましょう、ほんとに頑張りましょう。明日は絶対勝ちましょう。明日勝負だよ、本当に明日大事だと思ってる。今バリクズトータル女子マイナスやから。俺らはフォロワー数も達成して、うまい肉をごちそうになった上で2万5000枚達成して夢を叶えて、それで皆さんのおかげですってコメントしてやるんで。おお、やりましょう。
明日実戦、うん、何としても勝つ、勝つ、勝ちます。さあ始まりました、バリクズマンユキ4話の実践編ということで、はい、意外と元気、意外と元気ですあ、結構ね、昨日飲んだけどね、結構飲みました ね、いい夜を過ごして、結構厚めのね。さあ、2人は、番号何番でしょうか。僕が整理券並び順入場で35番。35、はい、俺が36です。36、はい、ってなった場合、じゃあ何打つんだいっていうね、昨日話してた狙い機種的なものはいけない可能性が高いんで、そうだよね、結構後手後手ですね、受け身の。俺もそうです、入って決めようかなって感じですね、うん、あ、入って決めようかなっていうと結構ね、立ち回り上手い人みたいに聞こえるけど、うんうん、そこまで、まあ、基本負け組だからね今日大丈夫かな、なんか俺今日やばそうやね、怖えわなんか今日やばそうやね。今回の2人の資金はじゃあ、はい、はい、いかがですか。僕は7万7000円でした。イエス、はい、で昨日1万5000円って言ったんですけど、ちょっと今日あの SG で5000円入れちゃったんで、あと1万円になりますよ。お前何入金してんだよテレポートによ俺なんか4話にして、うん、貸すことへの抵抗がなくなっちゃってるんですよね。そうね、これ誰かに仕上がってますね、目を覚ませって言ってもらわないと多分だんだん麻痺してきちゃうんでね、麻痺ってきましたね、だいぶ。軍資金的にこう途中でガス欠を起こすことはないかなと、よっぽどのことがない限り。ないと思いますね。そう、うん、大丈夫、大丈夫だと信じてます、はい、俺今日すげえ負ける気がするんだけど。いや俺もだってね、ショーなんてまだ起きてねえだろ。さっき起きたばっかなんで。だってこいつも満足しちゃった感あるんですよ。そう、昨日なんかさ、そう、わかるわ、してないですから俺。お前だって今日もうすでにこう来てる方たちに差し入れもらって、それを一回置きに行ったべ、車に。車に置き行った。もうあの時にお前もう、あ、こいつここで終わってんだと思ったもん、仕事が施しをもらったから施しを終了と、今日満足っつって、見に来てくれてる方からもらって、はい、軍資金俺で、でギャラの振り込みがあってって、もう何しなくてもいいじゃん今日。気合入ってないよ、気合入れろ。確かにふわふわしてました俺も、うん、これ入れましょう。明確に気合入れろ。明確に入れますか。いいっすか。じゃあマリムさん、俺にビンタしてください、一発。いいの。いいっすよ。いったオッケーオッケー、入った気合い長くしてもしょうがないんでね。そうですね、パッときます、いきなり。完璧、うん、完璧。ということで実践スタートです。イエス。おはようございます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 。お、開いてる。 G1 開いてんじゃん。開いてるぞ。じゃあ角行こうかな。うん、角行きます。窓行けたんじゃない。窓やばい。窓行ける、窓行ける、窓行ける。ちょっと、いや早いわ。窓から行きましょう。窓から。早い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 。お、行けた。最後の1台でもラスイッチ、ラスイッチ、ラスイッチ。初代無理でしたけど。あ、じゃあいいじゃん、一応狙いの萌え系取れた。取れました。あのガッツー、やっぱちょっと萌えそのが強そうということで、ラスト1台のまたガッツーから打っていきたいと思います。感覚麻痺してるんで。早い、もう言わずに。ありがとうございます。もう俺の負けだよ。さすがですね、ナイさん。いや、負けとか勝ちとか関係ないそうそう、チームだな。そう、チームです今日は。やかましいわ。朝からちょろいですね。お、自ら俺が頼む前にもう、おい、ショーっつって渡してくれたんで、これでいきたいと思います。結構ね、朝一のお客さん、機種に偏って埋まっていってたんで、その埋まっていってる中の機種取れたんで、それを打っていこうかなと思います。今回の G1 ダービークラブは馬を育てて、その馬が勝てば、新馬戦に勝てば ART。 なるほど。で、育成ゲームの要領ですね。今は温泉ゾーンというゾーンなんで、ここはまた別なんですけど、基本的には育成システムというような感じで、日程が出て、あの競馬育成ゲームにある要領ですね。温泉ゾーンが終わって、この調教ですね。この第1周ウィークってあるんですけど、まあ、11周で行ったら暑いとか7周で行ったら暑いとかそれぞれあるんですけど、基本的には8周とか9周で行く感じになってます。出走になるそのスケジュールに設定差があります。
あ、よく出走になるっちゅうことよね、上の方が。いや、あの5周、7周、11周とかっていう特定の、あ、特定ね、はい、あ、はいはいはい、正方がいいってわけじゃないんだ。全然わかんねえわ、当たってみねえとわかんねえ。お、出走、それね、いいの、えらい、5周目で出走、熱いと思います。まあ、前回、政宗でちょっと恥ずかしいところ見せたんで、今日はね、伝説作りに行くんだろう、もう OK。ベルコ星が出るまでに、上段リップ以外かな、確かちょっと曖昧なんですけどが出ると、あー、セーフ、これ1枚なんで0枚ベルコ星出るまでですね。中段にベルリップリップ出るまで、それに1個リップ出ると確か、リセットが、あ、据え置き、まだ分かんない、まだまだこぼさない。あ、これこれで、分かんなくなりましたと。5周で出走になると、はい、あの連投チャンスって言って、これ1回これ出走レースした後ダメでもリベンジできるところに行くっていう。5周目特有ってことですか。5周目だから、そうです、5周だから。いや、本来もうちょっと育てられるのに短い分、そのリベンジのレースがある。で、リベンジのレースは約 50% で ART なんで。おー、でかいね、50は。まあ、とりあえずは1回目のレースと、はい、これがダメでも、うん、また連投があるんで、かなりチャンスだと思います。まあ、適正距離、これどうなの、適正距離というのはチャンスアップ。いや、あんなアニメーションちゃんと、はい、なんか、まだくめちゃくちゃ、これ当たるんじゃないですか。ああ、レインボー、レインボーじゃん、レインボー、レインボー、あらら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 、反撃、もう、当たってるじゃん、当たってる当たってる、何これ、投資3000。うわ、すげえ期待しちゃう、はい、あらら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 、スタートダッシュよし、ビンタが効いたんすかね、まさかの、まさかのビンタ、下方なんだけどね、下方なんだ、下側もね、血流が良くなってやりました。狙い台取れたのがでかいな。そうですね、予想に反して、うん、しかも角台整列アタックというのは、こっち通常時右上に出てたもの、はい、これを打って銅とか銀とか金にしていくんですけど、これはノーマルバージョンなんで、おそらく30ゲームらへんが妥当かなと。あ、はい、なるほど。金とかだったら100ゲーム以上とかあるんですけど、まあまあまあ、あ、この形がチャンス目、 MB、8ゲーム間の MB、 8ゲーム MB になると一応スイカが、あ、スイカじゃない、チェリーが落ちやすいと。始まる前にめっちゃ増えてる。あ、強制じゃないのこれ。いや、3連、3連の形、ベル以外強制とかじゃないんだ、止まんない。4回目、4回目、素晴らしい、40分の1ぐらい、40分の1だいたい6年80分の1ぐらいだったかな。やばい、設定11、2ぐらいある。まあ、それぐらいですね設定11、まずあと2000しかない、ね、まあ、でも、リセットしてるとボーナス感、ボーナス ART 感が、天井600ゲームになるんで、もう、くれ、そろそろくれ。あー、弱いか、あ、ある、ありえる、斜めに転廃したら、その時点でボーナス2画。あー、当たった、よし、チャンス目 A から紫7もしくは、異色ビッグ、はい、紫7でございます、はい、320ゲーム、投資がジャスト1万円、ジャスト、おお、持ちました、セーフ、疲れんな。さあ、ラストが終わって、1回目は40ゲームで継続かどうかの、消えたよ、下、うん、お、下パネ消えたよ、これもいけるんじゃないですか、これ常に消えんだ、G1 敵は全部ブエナビサンだ、はい、おー、継続、とりあえずね、なるほど、はい、最低 50% 持ってるんですね。青か、
結構負けるときチャンスアップ来ない気がするんですよね。赤ちゃんあったこれいったっしょ。俺は大丈夫。これいいモードなんじゃないのこれ。よいしょ大丈夫でしょう。よしよしよし、ボタンある方はじゃあ熱かったんだね。ですね。あらら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 、あらららららら、え、偉そうな画面。あれ、なにこ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 れ、馬乗せを決めろ。え、おお、失敗かと思ったよ。そうですね、行けました。おお、いや、ここ大事、大事、大事。冗談。なんか、多分止まるときはその2リール目でえらい音がなりそうだな。ちょっとまずいな、これちょっとチャンスアップ弱いかもかもね。あ、大丈夫かな。うわー、負けた。負け、負けですね。さあ、終了してしまいました。まあ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 、枚数的には十分です、投資も軽いんで。で、ここでコナミコマンドを押すと、コナミコマンド、上上下下 KP かこれ、左右左右チャンスで、これでボイスが出ます。信じてるよがノーマルパターンですね。なるほど、はい、これで一応パーフェクトっていうと6と。なるほど。ただ1%ぐらいしかないらしいんですけど、まあ、とりあえずノーマルパターンでしたね。朝一は69ゲームヒット、はい、で400枚以上、3000円で上出来な感じでございまして、でまた馬を選ぶところから、あ、オルフェーブル、はい、特に馬は出す、はい、顔アップ、あー、ないダメ。幸先不安すぎるんですけど。さあ、6周で出馬、出走、ちょっと青なんで弱めです。これは負けると思います。で、このあと連投いくかどうか、それともそのまままたリセットされて馬が来るのか、ここが一応設定差あるんで、あ、負けましたね。まあまあ、これがデフォルトです。10本もないと思うんだよね。わ、テンポさんがバリクズ流してくれてる。え、マジっすか。あ、本当だ。しかもすげえ、すげえ高画質。俺が漏らしたシーンで。漏らしたシーン、第1回かな。第1回だ。あ、チ、あれだ、チーズカレーパンと、はいはいはい、食レポね。あ、バリクズ流してくれてる、はい、温泉ゾーンでチャンスが来ました。おおお、あ、あ、外れたら、あー、あー、うまい。マコチャレンジ、マコ一応チャンスゾーン。あー、で、おそらくさっきリリベかなんかで RT 状態が上がってるんで、これ RT 状態ごとに弱中の確率が若干変わります。で、引いてたと思うんで、今状態的に真ん中ぐらいのところにいる可能性があると思うんですよね。むむ、なんでなくはない。コスプレ成功で ART、 はい、あー、いや頼む、ここ勝負どこだぞ。あら、うわー、あと3ゲーム、あー、あー頼む、あー、あー、お、なになになに、一応なに、なに、なんなの、一応ね、何も引いてなくてもそれでも抽選してるんで、アウト、アウト、何も引けなかったですね。チェリー何も引けなかった、まあまあまあ、それはしょうがない。あー、嫌な予感しかせん。いや、何も大きいっすね。何も大きいわ。あー、溶ける。追加4回目でえらー熱いのだな。
高い結果、今美さんってことかな。今美さんなんでベルリプしたい。はい、ベルベルこぼしても OK。 はい、お金つきたんでここで死ぬ途中なんですけど、すいません、ちょっとお金つきちゃったんで、まゆみさんに借りに行きたいと思います。 OK。 なんかわちょっと、え、後ろ後ろ後ろ、マリブ後ろ、ふわ早いなぁ。いいやつだ今の。いいリアクション。俺見た瞬間にあんなどうすか、はい、早っ。あ、すいません、ありがとうございます。もう、もう、もういいですか。あ、すいません、ありがとうございます。早っ、早っ。とりあえず結果出して、結果出して。わかりました。結果出せばいいから。そうですよ、目が怖い、目が。わかりました。もういいから、いいから。いや早いね。麻痺してきました俺も。今開始からちょうど1時間あんま当たってないかな。あ、でも当たってはいるのかな、なんかしら。どうなんだろう。ビッタした方が調子いいってなんだよ最近ね。あとその差し入れももらうから前より若干危機感なくなっとる。確かになんか崖っぷち感ないっすね。若干でもそうなったら終わりだ。いやでもマリブさんの顔やばかったっすね。なんだろう。いいからいいから打ってきて、大丈夫大丈夫って言って。マリブさんありがとう、頑張る。オーケーナイス、オーケーナイス。もう一個行こう。えい、はい、もうこれでダメ基本的に。はい、いや、あー折れる。俺バカつ下手くそなんですよ。あ、そうなんだ。いや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 べー、なんで取ったんだ俺これ。あー早いわ、あと5000しかないですもん。また昼までに馬やられるパターンですから。いやダメ、弱気なっちゃダメよ。そうよ、そうそうそう、ダメかな。あー、連投行くかどうか。あとはーい、あーダメでしたね。オグキャップだ。オッケーオッケー、連投チャンス期待度アップ。ダメでしょ。はい、じゃあこの後連投に行くか。あー行かなかった。おー見たことない。リプレイで予算は普通にボーナスですよね、これで。ボーナス強チェリーは。ああ、リーチ目、リーチ目リプレイ。なかった。いいよ。くそー。ああ強チェリー、ここでね、特定の可能性も。これ取らないとやばい。よしよしよし、いきなり緑。これはある。お、あーいった、これはいった。大丈夫大丈夫。よし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 、はい、レインボー、はい、レインボー、はい、感激。いやー長かった。ちょっとね、580余り。えい、結構さらっとレインボーでね、決まるの多いよね。追加が2000円なんで計5000円投資でございます。いや投資軽い、はい、やっぱ回るね。回りますな。回りますね。で、定鉄もちょっとでかいんで、まあ、銀とかではないんですけど30以上に期待。あ、30か。まあ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 、はい、これ負けそうだな。あ、でも G1、 G1 ですね。見えない。あー、20丸。あー、1番人気。うわー、ダメだ。あれ負けてね。負けちゃいました。負けちゃってるけど。あれあれ、いや、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。復活もあるじゃん。あー、2万も負けたくねー。弱点はいいんだ。
ね、いい感じ。ジャッジはいいんだ、俺が下手くそなだけかもしんねえ。やべえ、1万円分の1。そうですね、1万円分の1 1万円分の1。勝てるかよ、それじゃ。あー、ごめん、マリムさん、借りに行く。借りに行きます。あー、出てはないですね。出てはない。ちょっと、あの、ガチな感じで、ちょっと相談あるんですけど、って相談しましょうって、うん、一応、ジャクテリーいいんで、粘ったんですけど、推測数はこんな感じなんですよ。この推測のパーセンテージって、ジャクテリーによるものだけでしょ。だけなんですよ。何も分かんなくない？分かんない。こんなの。でも一応、相談しようと思ってて、で周りは結構強い感じなんですよ。ああ、じゃあ行けばいいんじゃない。いいっすか。その目やめろ、お前。その目やめろ、お前。やっぱり、お前、真面目に言った方がいい。つばき屋コーヒーとかで、なんか背広着た人が、なんか騙すときにそんな目してるわ、なんか。いやー、お前、しっかりしろよ。いや、マジで、これはもう、ほんまに、これで捨てます。ほんまにごめんなさい。ほんまにごめんなさい。絶対捨てるんで、すいません。先生、すいません。いやだ、頑張って頑張って、はい、うわー、絶対負けるこいつ、絶対負ける時の顔してる、絶対負ける時の顔してるよ。いや、これダニみたい。いや、マジで頑張らない。違う、ケジラミでしょ。ケジラミ、マジで。バリクズのケジラミだからな。ケジラミだお前。そう、このままならケジラミ。俺ならケジラミじゃない。絶対見せるんで、頑張るんで、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張って、いや頑張って、言葉はいいから、もう言葉はいいんだよ。ダメですか。出して、わかりました。出して、はい、出して、出せよ、行けよ、出せ、喋んな。怖い怖い怖い。いやマジでもうお願い、もうね、もうこれ決めないとダメや。現状お伝えすると、まあ、2万円でボーナス2回ということで、すぐ飲まれて、マリムさんに3万円借りて入れたところです。で、スイカ引いて、全長すると。あー、もうこれじゃ政宗の二の舞よ、本当に。伝統いかないかな、設定的にも。いっと、おっ、いった、いった。あ、まあまあまあ、オグリキャップなんであれなんですけど、いきやすい、よかった。ストリーム、あー、逆転なし。マジか、連投ものにできない。今現状を言うとボーナスが、1万3000分の1 1万3000円分の1、1万3000円分の 1, 1, 1 CZ が2万6000円分の 1, ART が2万6000円分の0。ここはものにしよう。いや、これはマジで外せん。よし、あるぞ、やっと。長かった、いや、顔熱い。ジャンプ、よしよし、もらった、もらった、チロフィナーレ。よーし、帰ってきて速攻 ART です。よいしょーと、438ゲーム。おい、いや、ただ駆け抜けだけやめよう、それだけはあかん。まあ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 、基本的にはこんな感じ。うん、なんか持ってきて、着物せ。あー、スイカのうち、えい、あー、ダメダメですよ、傷です。ここだけ使われんすかね。意外と嫌いじゃないや。絞れくせ。さあ、今ので、ただあの天井が近づきましたと。日本のブルボン、日本のブルボン、こういうお店が近所にあったらな、毎日多分狙いようがね。このお店はね、ちょっと通い甲斐があるね。癖とかもさ、ちゃんとありそうだ。多分ありますね。なんかさ、癖がないお店が嫌なのよ俺。癖がない店って結局罠しかないですからね。結構高評価ですね。本当にいいお店だと思う。うん、
店員さんもね、可愛らしいし。店員さん可愛いな。ね、俺あの人すごいなんか。あの人すんげえ顔ちっちゃいっすね。すごいあの顔ちっちゃい話したら取り込ましょう。前乗りの夜に欲しい。ああ。人相に期待しましょう。ああ。お、お、何それ。来たぞ。偉そう、すげえ偉そう。最高に偉そう。東海帝王。東海帝王。8分の3いいな。あっちょよし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 、いいよいいよ、なんか引いて、最高最高、月最高、ボーナス、下パネルは消える、おいうまーい、よーし、まあ、でも ART 入ったんだよ。そうね、一応こう設定したのー、セリフザクセリー、あー無理はい、お疲れ様でしたよし、無理ですダメダメなの、赤だよ、熱い、さあこれはあるスーパーチャンス、こんなに競る、はい、え、当たりだよね、いやー長かった、あ今当たったかどうか分かりづらいわ、今あれか777超えてんのかこれ微妙に、うん、779だねどっちなのなるほどこれどっちなの、まあ、777超えた連投、あ、連投じゃない、新馬戦で勝つんで、ああ勝ちましたね、はい、ギリギリ超えるかもしれなかったっギリギリ天井じゃねえか結局やばくない、これちょっと危ない、黄色絶妙に危ないね、やべ、これ大丈夫か、うわっ、何をちょっとあと一歩足りなかったか、チャンスアップが、何をやっちゃってんのよ、あーあー、さあ出たると思う、いいよ、早くリプレイ、頑張って、あーどうだろう、 OK OK です、あーセーフ、よーい、助かる、 CZ は上手いですね、129ゲーム ART、 いいよ、どうした、カンスメビ200、おい、あー、おい、まあまあ OK、 ボラスある、そろそろ、はい、 OK、 い、赤7かもしくは、メオシミスの、メオシミスの移植、はい、イエス、10分、やっとまともな出玉を得られそう、これでクエスメルで、ある、やったよっしゃ、やっといた、さあ初クエスト白、あーまあまあまあ、京子さん取れるかどうか、いやまだまだしかないけど、まだだいぶこれゆっくりでいい、ここあー威嚇、あー無理、じゃあ、リプレイ行こう、ずっとリプレイ、ここまでリプレイ行こう、そう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 、あーテクノレベル1だこれ、あー乗っちゃった、これ乗せるしかない、コンチパーコチパ、あコチパ、コチパ、コチパ、5ゲーム、いやこれはしょぼすぎる、あかん、
セーフ。あーこれ超えれば、うん、ここはもう気軽にただけ、ここ本気、ここ本気、あーいや復活あるんで、うん、復活ある、うん、そりゃ勝てんわ。やっぱ身体能力だとマリブ勝っちゃうのは分かったかな。そうですね。なんで今後はね、いろんな勝負を。あ、お、赤いじゃん。赤い。え？出走、これ大チャンスじゃないですか。これあるじゃないですか。1レース目だからなんか引き戻し的な感じなのかな。はい、イエーイ、ある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 、はい、な、2回押せる、2回押せる、それは当たる、イエス。 TM オペラは確か慢性型が多いのかな。なるほど。序盤しのげば後半でシナリオ的に継続率が高いのが多いはず。128ゲーム、あーよかった、ヒット、すぐ引き戻した。でしかも銀の中くらい、はい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 、50ぐらいはあるでしょう。どうだ、60、よし、おお60、もう一丁、うまい、いった、これはいった、これはいった、2万、よし、10、2万はね、V 引けるの前いらない、エッチさんがやってくれるんですか。ちょちょ、マリブがやるんだよ。俺が、うん、V 引けるの前いらない、 V、 手が V だった。それで弾けるんだ、分かんないです、ハサミだったんで。毎ゲームやんないといけないけど、毎ゲームやんないともう諦めましたね。これはダメっすね。うわー、まあまあまあ、これはダメだな、先生も頑張ろうねと。やっときた、やっときた、1600ゲームぐらいでやっと初の強ジェリー、やっとボーナス、ボーナス、よーし、オーケー、72ゲーム強ジェリーから一緒に、おいあー、いなそうだな、あー、下がいた、よーし、おお、来た来た来た、ボーナス、おお、いやこれきついな、マリブこれ打ってていいの、あと1時間だよ。そうっすね、ちょっと設定的にもね、微妙なんですよね、抜かれちゃうよね、うん、さあ連投いくか、はい、行かずでした。さあどうする、みんな行きましょう、よし、みんなで、やばい、飲まれる、飲まれる、どうしようかな、まあ終わりか、ダメやったら仕方ないっすね、これは今回のねマリクズの旅をね、決着をつけるのはリノ、うん、結局最後はこいつとの戦いになる、なんとかしてくんねえかな、バーで、バーバー、早めに押すと見せるから気をつけて、早い、あ、ノールック、能力出た、さっきと同じ外れ、ドルトマト、ドルトマト、はい、おお、よっしゃ、いやいや、来た来た、2万4000、2000枚出したらもうこっちのもんです、よし揃えた、よし、イエス、やりました、やりましたね、よし、チャラチャ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 ラチャ、
オーケー、うまい。はい、さあここからどんどん連鎖していきましょう。こっからや。おお、激アツめ。1ゲーム目ですよ。集団レモンですね。このあと激アツ、止まれ。あー、ラッセン使ったか。あー、やばい、だから2リルミ。あー、怪しい。おお、まだ1回目、やばいな。おちょっとリプレイがすげえ落ちた。くせー落ちたー、これやばい。今のズル滑り系落ちたな、あれで落ちたくせー、あれ落ちたな。あかん、子役すら危険くなりましたもん。頼む、もう一回くれって。はい、終わりましょうかね。最終的な枚数はまたエンディングのほど発表したいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あー悔しい。終わりです。え、終わり、終わり、あ、俺終わり。今すげえ張ってた。いやー、ダメだね。ちょっと流れがないっすね。勝ちに向かっていくように見えない。マリコ鈴木君、はい、もう飲まれます。お時間です。終わりましょうか。終了。はい、お疲れでした。実践終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした、いますか、結果言ってみますか。じゃあ私から、ね、はい、私マリブ2万5000円負けでございます。2万5000円負け、はい、G1 ダービーね、聞くところによるとやっぱ皆さん割と良かった説があるんですよね。ちょっと打ってた方々もなんで、その島的にも悪くはなかったんじゃないかなってとこなんですけど、振るわずトマト最後溶かして2万5000円でございました。で、自分がですね、スロット魔法少女マトカムが2を打って、うん、結果3万負けと。でも俺の昨日悪くなかったんですね、リュウさん本当に。でし、なんか隣も高設定のセリフ出たり、あ、そう、なんかね、結構入ってそうだったんだよね。でも作戦自体は良かったんじゃないかと思います。まあ一応ね、うん、やっぱりモエソロが強いってことで行って、朝2人で全部訂正って感じじゃなかったもん。やることやったんだけどね、はい、そんな感じしました。結果だけついてこなかったんで、うん、経過2人でマイナス5万5000円でございます。5万5000円、2750枚。はい、でかいな。これちょっと本当、これ続くと本当にやばいよ、俺も。やばいですね。決して裕福ではないんだ、俺は。ちょっとさ、みんなでさ、なんかお祓いとか行く？いや、ありますね。バリクズメンバーちょっと今、貧困すぎない、はい、だって毎回収録のたびに総額、結構な額飛んでるじゃないですか。そう、お払いメインで次、うん、初日の旅というか、うん、いいかもしれない。お払いしたいです、本気で。ちょっとついてなさすぎですよね、うん、なんかちょっとあまりにもさ、やばくない僕たち。いや、ほんまにやばいです。このままじゃ終われないよ。終われないです。これちょっとほんと挽回したいですね。ほんとほんとね、最初のね、はい、皆さん見ていただいて、最初の30分40分ぐらい、はい、そこだけじゃねえかってなっちゃうから。そうですね、実践で見せないと。実践意味あるんかいってなるから、うん、それはダメですね。そこちゃんとやってってこそ、うん、我々ね、君たちはね、はい、パチンコパチンコライターなわけだから、はい、みたいなわけですからね、次回以降見せられるようにね、そしてこの店ね、ちょっとリベンジしたいですね。そうですね、この店自体にやっぱり、うん、いい店だったんで、非常に良かったと、良かったと思います。その癖とかもあったりさ、はい、非常に良かったと思うんでね、打ち来る人が楽しめそうだったんで、うん、このお店さん自体にもリベンジしたいですし、バリクズ自体も次回以降リベンジしたいと思いますんで、うん、次回以降もぜひご覧くださいということで、今回は失意の中でございますが、はい、この辺でお開きとさせていただきます。それではまた次回、さよなら。
マジ10月100万負けたんやけどな